今日は何ですか。本日はゼロ択クイズ。やったこと、ゼロ択クイズってもやったことあるっけ。それない、それないです。ないよ、ゼロって意味わかんない。いや、なんかゼロなんとかクイズやりすぎない。ゼロ文字クイズとか。そうね、ゼロ択クイズどういうことだか分かんない。そうですね、三択クイズといえばもう3つ選択肢が提示されて、その中から1つ答えを導くと、はい、うん、いうことですね。なるほどね。犬を英語で言うと何、ドッグ、キャッピー、プリみたいなね。そうですね、それが三択クイズなんですけど、はい、今回ゼロ択なので選択肢を提示しません。はい。なので、真羅万象の中からその当てはまりそうなものを答えてくださいという問題です。あ、まあ、安心だな。はい、めっちゃ新しくないそれ。やば、やったことないそんなの。え、つまり例えば、はい、犬を英語で何と言うでしょうみたいなこと。やったことないそんなの。すごい。斬新だな。だってさ、いつもさ、例えばこうドッグって言われたら、あ、これ聞いたことあるとか、ね、キャットは猫だからとかって違うなって、表情が疲れてる。ゼロはやばいんだ。マジか。うわぁ、すげぇ。え、こ、え、え、こんな正解じゃ出んの。やばいよ、やばいね。一回やってみる。一回やってみる。ちょっと新しすぎて、ちょっとまだ。初めてやるクイズだから。やってみよう。ルールはルール、ルール。おまるさんまず。おまるさんまず、そのルールですね。5回正解したら勝ち、はい、3回失格すると負けです。はい、3回間違えると失格ね。なるほどね。もうあれ出そう、もうカウンター出そう。やられる。はい、5倍3つぐらいできる。まあじゃあね、やってみましょう。はい、はい、いきます。問題、再戦に失敗したがまだ2。え、待って、選択しないの。そう、選択しないの。テイムダック正解。いったすごい、選択しないの。いや、これなんで世界が来たんだろう。なんかいや急にそのレイムダックっていう選択肢が降りてきた。言われてないんだけど、自分で選択肢を想像したから答えられる。そうなんだ。そういう技術が冴えてるな。冴えてる、冴えてる。死んだ万象が言ったじゃん。すごいね。無限のものから。今回は再選に失敗したがまだ任期が残っている議員や大統領のことを、足の不自由なアヒルという意味の英語で何と言うでしょうということで、レイムダックお見事です。最後まで聞いても選択肢読まれない、ね、レイムスパローとかね。そんなあるのかなと思ったけど。レイムダックか。レイムスパロー。誰がさ、レイムスパロー。スパローね。スズメの、スズメの英語誰が知ってる。レイムスワン、レイムスワン。スワンぐらいだ、知ってる。三択とかだったらあるんですけどね。難しいね。ゼロですね。ゼロは難しいね。ちょっとね、分かってきたよ。はい、こうちゃん1ポイントです。問題、手の爪にいる。え、待って、マニキュアかペリキュアどっちかだ。ペリカ。ペリカ。どうした。2択に絞ってた。今ね、今ギリギリ2択が降りてきて、急に降りてきて。でもこれ手の爪にってちょっと高かったから、マニキュアじゃなくてペリキュアの方に行くかなみたいなね。普通の解説者で。めっちゃ普通。いつもそうだったから。はい、これでこうちゃんがね、1回ごとしてみますが、2ポイントです。やばい、やばい、俺しか落ちてる。問題、1070。うお、うわ、カノスさんの屈辱。正解。これはちょっと降りてきたね。選択肢 なかったけど、ちょっとカノスさんの万歳とかね、そうそうそう、あったらちょっと前のところだね。なるほどね。なるほどね。まあでも俺やっぱルームセルジューク朝の建国もあったから。ああ、そういう卓越だったね。そういう、なんか。うん、そういう卓越、普通の1077年においての卓越があるから。はい。ありがとうございます。はい、1077年、神聖ローマ皇帝ハインリヒ4世がローマ教皇グレゴリウス7世に波紋解消を願った出来事のことを、舞台となった都市から何と言うでしょう。ということで、カノスタの屈辱、お見事です。はい。屈辱ってさ、将来言われてると思ってないんだよ、この出来事。別に今の説明聞いて屈辱要素見たから。屈辱要素が入ってなかったね、問題文に。はい、はい、では参ります。問題、日本語における4種類の音韻。4択じゃん。4択。発音日。残念。即音日か。はい、即音日になりました。まあどっちかだろうなと思って。イオンビ、イオンビがね、ウッドビが違うね。五次音順でイウツンかなと思っちゃった。なるほど、
今回の問題はね、ウオンビン、イオンビン、発音ビンとなんでしょうという問題でした。なるほど、はい、なんでもこれはね4択だよ、ほんと2択か、2択。いやー、0択だからね、ごとしちゃったね。ちょっと0択だ、4択だったらいけるんだけど。違うね、イ、ウ、発、即のうちどれでしょって言われたらね。ちょっと俺早押しできてないから、ちょっともうちょっと脳に近いところで押そう。けどこれ4択ない、そんなの。ここじゃなくて、ここで押す。若干コンマ2秒よ。なんかストップウォッチ押すときに、こうしろみたいな。そうなんだ。はい、これで、もう一回得点整理します。いや、いいでしょ、いいでしょ、いいでしょ、はい、はい、では参ります。問題、選挙において同じ政党から候補者、コスタリカ方式。正解。すごい、すごい、すごい、選挙に強いね。シンプルにすごい。ニカラグア方式とか。確かに、ね、リーズ方式とか、ね、サンサルバドル方式とかありそうだったが、はい、コスタリカということで、だから今193択だったんだけど、確かに、そう、まあ、なんかね、コスタリカかなと思って。エルサルバドル方式だった。エルサルバドル方式じゃない。問題文聞いてどう193。まだ国って言ってないじゃん。まだ国かどうか分かんないから。確かに、サンサルバドル方式意味わかんない。じゃないから。首都名。首都名だ。さらに広がった。296択。もっとか。300。はい。これ、コーチが3まで?3まで。強い。やった。強い。なんでか、押せる。よし。参ります。問題。日本に現存する2つの離宮。うわ、すごい。うわ、すっご。修学院離宮。すごーい。二択クイズ。カツラ離宮とね、修学院離宮。だから、普通の二択クイズだったら、カツラ離宮と何でしょう。カツラ離宮、修学院離宮。行くだったらそういうクイズ。行くだったらそういうクイズ。これ待ってれば答え分かるやつだなと思ったら、ちょっと新しさについていけないと思う。そうか。俺、福田さんの言うクイズやったことないから。ちょっとね、違う。二択クイズって何じゃないです。これじゃないんだ。それさ、やるんだったら先に選択肢やる。攻めて選択肢は、カツラ離宮と修学院離宮です。そもそも早押しの問題とか選択肢問題です。二重になってんだよ、そもそもが。はい、はい、これこそ1位。やった、すごい、強い。今日普通、いや、シンプルに強いけどね。校舎以外誰も回るしてない。いや、可能性もあるか。いや、もうとりあえず押そう。よし、はい、では参ります。問題、ラーゲルレーブの、うわそう、ボルテン。正解。うわかった。これこそ炊くよ。これは多いけど、まあボルテンが一番高そう。ガチョウとか、ガチョウかボルテンか、アッカとかあったよ。なんかいろいろいるよ。これ視聴者意味わかんないだろうね。さすがですね。これどういう意味ですか。まあ、ニュースの不思議な旅で、まあ、ニュースと共に旅をする、まあ、ガチョウの名前は何でしょう。完璧だ。完璧。まあ、ラグルレーブで一番有名だ。確かにね。一言一句あってた。たまたま。すごいですね。はい、これで山上さんも2点これくらい取ります。では参りましょう。問題、初めて日本語に訳された時は生徒、沈黙の春。正解。よし、生徒、足のようやくね。正解だよ。よしが極まってきてる。はい、ようやくの危険性を世に知らしめたレイチェル・カーソンの代表作ということで、沈黙の春、お見事です。すごい、沈黙の夏、沈黙の夏。沈黙の冬、沈黙の新年のその新年もあるの。歳時期の分け方、俳句の分け方。沈黙の春と雄弁の春の可能性があるある。それはある、それはある、うん、確かにね。ゼロタッカーの難しい、難しいですね。いろいろ考えちゃうからね。はい、これで福田さんにもね、はい、終わりました。はい、では参ります。問題、代表作に直木賞を受賞した的越え、何て言うの、何て言うの、的越えっていうか、まほろえです、まほろえですね。3、2、1。三浦翔さん。正解。おーし、すごい。強い。強い。よし。マホロ駅前型便利券。なるほど。本屋大賞を受賞した船を編む方がある小説は誰でしょう。三浦翔さん、お見事です。内浦翔さん、二浦翔さん、三浦翔さん。それだって。そこで迷ってない。それ加算無限だ。加算無限だけだね。
百浦さんだったかなっていう、そこがね、ちょっと迷ってた。あれ、みんなゼロタククイズしてないそうか、ゼロタクなの、これな。すごいですね。はい、これで福田さん2ポイントやばいやばいです。まいります。問題、巨人ゴリアテに。うわー、ダビデゾー。マジかー、すごっすごっ。しかもダビデじゃなくてダビデゾーなんでダビデって言っときゃ全然ダビデの可能性あったよ。あった、確かに。そうですね。え、すごい今の。巨人か、誰が押せるんだそのまあだからその巨人の言い方が、そうね、巨人ってもうそのフィクションだから、うんうん、確かに次に来る単語が限られてるから。あー、なるほどね。次を聞けばその絞れる、もちろんあの安全の時は押さないけど、うん、こういう時はまあ別に次に来る単語が固有名詞っぽい可能性が高いから。すごい、押すよ。これあれでしょ、あのダビデ像、カエサル像、カール大帝像、アレクサンデル大王像、あのトランプのキングのね、もちろんキングのモデルになってるよ。すごい、4択のモチーフ当てるからその方が面白いかもしれない。何でしょう、ゼロタククイズと趣旨をもう全部無視してるから、今全部タクイズクイズでしょ。これ山寄さんも3ポイント。すごい、やばいやばい、もうしとこう。まいります。問題、モータースポーツの決勝レースにより、ポールポジション。すごい、マジか。フロントロートの2択をリアルな2択を、リアルな2択をやば、ほぼ運で勝ち取る。はい、今何点？4点。おお、向こうちゃんも4。4。やば、もたもたした4点、山上さん4点、菅井さんも0点。1回邪魔しとこ、1回邪魔した方がいいですよ。はい、では参ります。問題、石の場作り。石の間作り。4 3 2 1。神殿作り。なー、違うか。音源作りだよ。はい、音源作り。じゃあ、じゃあ、じゃあ、ひこちゃん、おかちゃんだったら阻止してよかったね。ね、はい、石の間作りとも呼ばれ、日光東照宮に代表する建築を。そこまでなかったから。で、音源作り。はい、激アツですね。激アツ。はい、では参ります。問題、クレヨン。くそ、クレヨン。3、フランス語。正解。やばい、やばい、やばったんだよ。いや、やばいな、勝ち伸ばしてるよ、さっきから。どう続くの。はい、クレヨン、アンケート、レジュメといえば、それも何語に由来する言葉でしょう、ということで、フランス語。よしよし、ありがとうございます。すごいよ、世界の言語なんて何択あるよね。ね、はい、いい勝負ですね。3点、4点、4点、0点。よし、参ります。問題、妹に人形。3 2 1。コーダロハン。残念。民謡か。はい、妹に民謡、アロハオレオ。民謡から逃げる。民謡から逃げる。で、カラカラカラ。その民謡ってやるとき、だいたいその普通日本の民謡。ね、はい、民謡。民謡か。民謡、アロハで聞こえたらね、ちょっとそういうときでもね。うわっ、ね、やばい。2罰になったから、失格率。失格率ですね。はい、参ります。問題、ベルナーハリケン。不確定性原理。不確定性原理。正解。そんな噛む。最後歯切れ悪かった。はい、正解です。最後の優勝はこちら。頑張った。全然確定してないのこれ押したら。いやもう不確定性原理答えてるし、ね、不確定な感じで押してね、不確定答えるって。いや、やっぱ今回はやっぱ択率クイズでいつも負けてたんで、今回択率じゃなかったのが良かった。強かった。はい、なんか思ったより普通にクイズが激アツになってかもしれない。ハイゼンベルクの発想を覚えてるよく押してない。俺このクイズやったことあるわ。思い出しちゃった。やったことあった、このクイズ。確かにね、むしろこっちの方がやってる。やったことあった。択率クイズよりこっちの方がやってる。あんまり択率クイズやってないじゃん。普通のクイズだもんね。あんまクイズサークルで3択クイズ、4択クイズやんないけど。
はい、ということで今日はゼロ択クイズやってきたんで、皆さんもね、こういう択一の選択肢用意しないクイズも楽しんでぜひぜひ楽しんでください。斬新だね、ことよ。ということで、メンチャーの登録とかタブちゃんの登録、ツイッターのフォローともよろしくお願いします。それでは、バイバイ。バイバイ。